子先生と学ぶ鏡は。はい、パーコ先生、こんにちは。はい、こんにちは。今日はね、これ結構面白い映像が撮れました。はいはい、はい、で、これ今わかりますか？サツマカサゴっていう石みたいなお魚が完全に石になりきってますよね。はい、このこれわかりますかね？この右真ん中、ほぼ真ん中に映ってる石みたいな、はいはいはい、で、このサツマカサゴを、約ワンダイブ50分ぐらい。あ、そんなに回してましたか？はい、はい、もう前にあのカメラを設置して、はいはい、ちょっと待ってるほど僕も暇じゃなかったので、設置して僕もいろいろ違うものを探したりしてるんですけど、はいはい、とりあえず50分この子を撮影したらどうなるか、なるほど、はい、どんなことが起きるのかっていうのを検証してみようと思います。はいはい、で、これ前にね、いっぱいサビハゼっていうお魚が泳いでるの分かります？分かります、分かります、はい、で、これ多分もうサツマカサゴにしてみたらもうちょろ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 美味しいものが目の前を、目の前、はい、これもかなり20倍速ぐらいで回させてもらってる。これも20倍速だ、はい、さっきとちょっとちょっと角度が変わりました、ね、変わりました、変わりました、はい、でね、たまにね、この動画ずっと見てるとね、尾っぽがちょろっと動いたりとかする。あ、そう、動きは微妙にあるんですね。微妙にあります。でもほとんどないんですよ。ほぼ1ですよね。はい、でも周りのサビハゼ来たり、あとね、急にカワハギが、カワハギにタックルされてたりするときもあるんですよ。カワハギも多分サツマカサゴ、石だと思ってるんですよね。ぶつかっちゃってる、ね。そうなんです。で、今僕の手一瞬出たんですけど、僕はこうやって食べやすいように、サビハゼをちょっと寄せてあげたりとか、もうほら、横で撮影とかしてるんですよ。お客さんですか？あれ僕です。あ、ですいろんなことを一気にしてますからね。忙しいですね。忙しいです。で、もうこれもいよいよ、これが20倍速ですかね。はい、はい。で、まあ、僕は要するにこの時はサツマカサゴを見てないんで、はい、後からどうなってんのかなっていう状態でこれを撮影しまして、はいはいはい、で、約さっきも言ったんですけど50分上がってきて、はい、撮れた映像これです。見てくださいね、はいはいはい、ここはもうね、ちょっと集中して見てほしいんですけど。集中して、はい、一瞬の出来事なんで。あ、もしかしてこの岩みたいなサツマカサゴが、おい、あ、これ食べたんですかね。もう早すぎて食べてるか食べてないかも分かんないんですけど、食べてないような気はしています。食べれてないんですね。そんな気はします。なんだ、はい、じゃあ一言最後にお願いいたします。はい、サツマカサゴは忍耐力がすごい。ありがとうございます。